イエーイ星、シャップマン漫画節料理研究部部長のシャップマンもざきです。今回の動画は、食撃の相馬より。秋の選抜試験のカレーを全部作るシリーズ。今回は、肉みちゃんのトンポーローカレー丼を再現していこうと思います。それでは行ってみましょう。よろしくお願いします。それでは、肉みちゃんのトンポーローカレー丼作っていきましょう。肉みちゃんのようなグラマラスな豚バラのブロックを用意して塩コショウをします。これをフライパンで色をつけていきましょう。ひくみちゃんのような小麦色の肌に焼き上げていきましょう。全体的に色をつけたらバットに取り出してスパイスで味付けをします。ウーシャンフェン、ターメリック、クミン、カルダモン、オールスパイスを振り、前に作ったお肉を柔らかくする調味オイルをまぶしていきます。このオイルの動画まだ見てなかったら、もしよかったら見てみてください。これをオイルごと炊飯器の内釜に入れ、調味料を入れていきます。黒糖、日本酒、みりん、醤油、たまり醤油、オイスターソース、八角を入れて、お肉が浸かるまで水を入れていきます。鶏からスープの素、ネギの青い部分とウェイパーを少し入れ、炊飯器の炊飯ボタンを押します。炊飯器にいろんなモードがある場合は、普通の白米の炊飯モードで大丈夫です。それでは薬味のネギを切っていきます。白髪ネギにして水にさらしておきましょう。そして映像は撮れてないけど、チンゲン菜も茹でて用意しておきましょう。炊飯が終わったので豚肉を取り出してカットします。この分厚い豚肉が手でちぎれるぐらいに柔らかくなっております。炊飯器の中の調味液を鍋に移し、カットした豚を入れて煮ていきます。少し香り付けに紹興酒を入れましたが、なければないで構いません。ただのトンポーローならこのままでもいいんでしょうけど、まあ、今回カレーなのでカレー粉を足してカレーの風味を少し強くしておきます。水溶き片栗粉を入れて、しっかりと火を入れてとろみをつけます。熱々のご飯に炭醤油と岩塩を混ぜていきます。混ぜたら丼に移して盛り付けをしていきましょう。チンゲン菜を飾り付け、そして豚肉、カレーソース、白髪ネギ、七味唐辛子をのせて、みと肉みちゃんのトンポーローカレー丼完成です。それでは食べていきましょう。いただきます。しびれるご飯がめちゃくちゃ美味しいですね。そこにしびれる、憧れる。豚肉もトロットロに柔らかくてデラうまです。箸じゃ食べにくいので、レンゲやスプーンで囲みたい感じです。まさに丼は一碗でを体現したようなカレー丼でした。僕はカレー丼ときっとミスター味っ子のなにわの丼兄弟を思い出します。兄よりだけど、みんな知ってますか？それでは今回の研究結果です。お肉を柔らかくする調味料は、圧力鍋以上にお肉を柔らかくすることができます。今回公式のレシピがある料理でしたが、圧力鍋のレシピだったためにアレンジさせていただきました。アレンジ版のレシピは概要欄に書いておきます。ちなみに残りは中華風カレーうどんで食べました。今回紹介した食撃の相馬ラストファンブック、監修の森崎先生による食撃の相馬の漫画飯再現レシピがいっぱいのファンブックとなっております。漫画飯再現に興味がある方は電子書籍でも購入できるので、ぜひ見て僕のレシピと見比べてみるなんて楽しみもできますね。ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。本当は女の子バージョンも4人で編集しようと思ってたんですが、この間の味っ子の1本ずつの動画の評価が結構高いので、今回肉みちゃん1本で出してみました。残りの3人娘は明日か明後日あげられればいいかなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。